こんにちは、春風ツアーです。今回は大館能代空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。大館能代空港を10時45分に出発いたしますと、クラクフへは同日の22時35分に到着いたします。日本国内では羽田空港を経由いたします。羽田を出発いたしますと、ドイツのフランクフルトに入ります。ここで航空機を乗り換えて、そしてクラクフへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。ポーランドへのご旅行につきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は大館能代空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。